私が産業栄養機能漢方シリーズを開発したきっかけは、私の母親、生まれつき目が悪くて 0.01 強度の近視、弱視状態で乱視でした。その見えにくい目を酷使して私を育ててくれました。私を大学に生かすために朝から晩まで細かい球を通す仕事を夜中の2時3時まで続けてくれて、私を学校に行かせてくれました。あまりにも目を使いすぎて眼球が硬くなり、飛蚊症、白内障、網膜剥離、手術をしましたが右目が見えなくなり失明しました。片方の目だけになるとどうしても左目に負担がきますので、視力がどんどん失われ、全盲一歩手前まで。私はどうしても全盲にさせたくない、母親の目の病気を治したい、進行を止めたい、その思いで商品を開発しました。一から漢方薬の勉強、中国に何回も行き、漢方理論を初めから勉強し直し、アメリカではルテインが目にすごく良いという評判を聞いて、アメリカまでルテインの勉強研究に行きました。漢方薬と現代の西洋医学の治療と、そしてサプリメント、この3つを融合さすこと、それが私の研究開発、勉強した結果、その3つが大切だというので商品開発するきっかけになりました。そこでお客様に相談するカウンセリングをするときに一番大事にしているのは、商品を売る、物を売るということよりも、まずお客様の困ってる症状を一からずっと聞いていきます。どんなものを食事しているのか、どんなものを食べているのか、また栄養を取りすぎてないのか、生活習慣、目が悪いのに目を酷使していないか、パソコン、朝から晩までパソコン、また朝から晩まで本を読むとか、そういう生活習慣の悪い人ほど目の病気のリスクが上がりますので、生活習慣のことも聞きます。そしてストレス、これがいろんな目の病気だけじゃなくて、いろんな、大病を誘発します。そのストレスを、悩み事などを聞ける範囲、お客様とお話ししてる、相談してる中で信頼関係が少しでも生まれれば、そのお客様の病気を治す手助けをする力になりますので、一番大事なのは諦めないでください。目の病気、いろんな目の病気で困っている方、一人で悩まずに私にご相談ください。お電話待ってます。